どうも、エルザです。それでは、ダークソウル3やっていきたいと思います。前回、重量についてアドバイスをもらえたので、ちょっとね、飛びをガラッと変えております。まあ、これでちょっと楽になるんじゃないかな。問題はこの奥だよね。あ、隠れてたのか、ここに。ここから飛ばなく来るからね。だけ誘い出したいな。おねえな。ああ、そういうことか。よしよしよし、変身まで時間かかるならちょっと落ちない。よし、ハハハハ、鎌だね、鎌。ナイスナイス。鎌はじゃあ、そっちじゃないんだな。攻めてこないしね。ねえ。あ、足りないね。あー、もろいね。それだったらまだいけすな。あと手に入れたのが、釜か、大釜。装備できるんだ。おお、かっけー。負け、出てき始めたな。こっち強化してしまったからな。ここ。ちょっともうちょい進めて、いろいろと見定めていこうか、武器は。あ、いるシール。が好きかな、見てる感じ。あー、やっぱあれか、人タイプは出てこなくなるんだね、倒せばね。あ、やっぱいた。なんかステップ踏んでんだよな。なんかね、刻みなステップやったわ。この先、あ、いるね。出血がつくのかな。多分それだけだね、心配なのはね。だったら、あー、でもなー、あれは。そうね、そうやって呼ぶんだよね、結局ね。そうなんだよな、結局来るから。2、3、うん、フロストバイト入ってちょうど3発できるんだ。あー、いいね。痛い。痛い。
よー、今のは良かった。じゃあ、あとは君だけだね。もういないよ、君はね。もう、いやー、でもこれもうちょっと弓強化したいね。こんだけ使うんだったらね。さよなら。よし、ほうほう。今使ってる武器について情報をもらったんですけど、なんか強いんだ。あー、強化大変だけど強いんだね。あー、じゃあ頑張ってみようかな。いや、できるだけ報われるのは使っておきたいよね。で、強くなるのなら、ないかな。お。あ、もうちょい進んだら、中間だったわけか。いいね、順調やね。いいな、なんかかっこいいな、鎧。Oh, hello. How do you do? あなた、はじめまして。This is Horace. 隣の彼よ。あ、やべ、名前聞けなかった。Are you too in search? あなたも牧野を探しているのでしょう。We are well along the road of sacrifices. 生贄の道の半ば、降りれば、伊豆への森です。Beyond the flooded woods, 水に浸かった森の先は、不死体の故郷、バランの城塞。そして道をたどれば、深みの聖堂に通じる。私たちは聖堂、あのおぞましいエルドリッチの故郷を目指しています。ですが、あなたがどちらを目指すとしても、お互い王を探す身です。この交わることもあるでしょう。今、助け合えるといいですね。あなたの旅に火の導きを。この子がアンリちゃんらしいですね。はい。で、ホレース君。無言。青の守護者。へぇ。すっげぇ隠されるんだけど。あと、それ、彼のことですか？とも無口な男なのです。だから誤解しないでください。彼は正しく優しい人。命を共にするのにふさわしい騎士。彼が共にいてくれなければ、私はきっと使命を呪ったでしょう。めっちゃなんか犬の威嚇みたいな感じされたけどね。今なんぼ？あー、3級か。まあ、いっか。進めよう。あれ、そのうち倒せるんだろうね。本当はね、切ってね。あー、なんか持ってる。こういう攻撃ね。3発か。はいはい。トントントン。うん、いいね。あれ、どう見ても丸太だよね。めちゃくちゃ隠れてそうで嫌だな、ここらへん。はい。マジか、オナド。あ、これはやばい。これはやばいね。あー、マジかよ。やられた。ああ、いやー、いらっしゃい。ああ、なんかみんな丸太持ったかーっていう漫画があったよ。なんかそんなのが言われたらあった気はする。ああ、マジかー。あ、いなくなってる。よし、もうわかった。あっちが、ああならもうこっちも、地味だろうが関係なく行こうかね。いやー。ね、それしてくれればまだ倒しやすいんだね。トントントン。
走ってきた。彼はね、必ずさっきからあそこで引っかかるんだよね。なぜか。地味にね、地味に難しいんだよね、あの引っかかり、引っかかるとね。あの野郎。どっち、どっち顔、あー矢が刺さった。だね。あーで、仕掛けラゲットと妹が入るのがきついね。あー、そこのワンちゃんがじゃあ反応して出たわけか。これは、あー取れるね。よいしょ、止まった。まだこの辺りを。なんだこれ、虫？虫でいいんだよね。かけら、めちゃくちゃいるじゃん。あんな多いと気持ち悪いな。絶対大量に相手していいことなさそうだもんね。ただ攻撃されてないとパターンが分かんないんだよね。毒だね。どういうことか。調子乗って攻めてたらもう毒にまみれてやられたってことだね。あー、なるほどね。嫌だな、それは嫌だな。ふい、あ、見えた。ん、なんかちょっと待って、早く押しすぎたね。縦っぽかった気がするけど、お盾、あー、耐久あるけどこっちで。あ、気づいた気づいた、一人気づいた。痛い、地味に痛い。横に切るっていうのが、なぎ払い系の攻撃はほんと強いね。はい、まあ一撃ではない。ちょっと待った、ロックオンが予定外だった。よし、めちゃくちゃいいんな。なんかさ、雑魚の数が急に増えてない？こんなもん。あー、でなんか進めるところある。あっちも行ける感じだけどね。
3発か。強くなってんだね、ワンチャンね。ちょっと、何？ああ、開始が早かった。嫌な感じだねこの辺りはね。おー、火があったけど、まあいっか、飛ばそう。ねえ、火力もうちょい欲しいね。確かにね、これは欲しい。こっちに切り替えてみようか。で、意外とこのまま行こう。倒しきってるから逆にもったいないというか。え、なんか来た。なんだあれ。やばい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 。いや、全然削れねこれ。やばいね、こいつはやべえわ。ほい、開けろ。おお、この子でテストしてみようか。あー、まあ足りなくはないけどっていう感じかな。あ、いや、こっちの方が強い。なんかあるね。おお、かけら、ありがてえ。炎は本当活躍するね。はい、はい、まだまだ生きてんの？つえな、こいつつえな。ちなみにね、ロングソードではなく今ロスリック使ってるのよね。ロングソードの方が能力高かったんだっけ。比べてみよっか。とりあえず強化にいろいろ必要になるからね。おお、なんかカニいるね。そうだねー。まぁ、ちょっと、8700は多いから、レベル上げいこう。お、一応持ってるのはロス騎士で。あ、ロス騎士は選択的に良かったの。あ、良かったー。マジか。いやいや、普通に切ってて使い勝手が良かったから、あ、いいねーと思って立ってたの。正解だってみたいなね。よかったよかった。じゃあちょっと強化していこうか。せっかくなんで。まあ、武器は無理だろうけど。Welcome, hospital. Very well then taken.ライフ、ライフもうちょい欲しい気はするけどね。そうだね。
強化できるかな。お、強化できるようになったね。あ、ここか。まあだいぶ落ちてたもんね。強化しよう。で、そうだね、エルシールとこう合わせて使うような感じでいこうかな。使い方としてはね、ちなみに何も渡すものはないから、え、これでいこう。はい、ちなみに、炎派生なら筋力、技量上げても、あ、火力につながらないから注意ですね。なるほどね。ダメージを稼ぐためには全く違って感じか。なるほどね。武器を、あ、武器はやっぱ武器強化でカバーするんだ。じゃあそのあたりは理解しておくと全然レベル上げの方は変わってくるね。よし、じゃあ一旦武器を強化したんでいきますか。道的にはあそこ通ったし、あそこ行けるね、階段ね。ここには敵に強いわけではないって感じか。なんでしょうね、このカニさんはね。ちょ、なんか来て、なんか来てる、なんか来てる、ちょ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 、待て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 、え、なんか今来てたよね。マジで、ほい、お、お、マジか、あんなんいるの。すげえ、マジで。しかも意外と硬いっていうね。バブル光線、カニらしい攻撃してくるね。バブル光線、目は攻めない。なんやこいつ、バブル光線はしないの？それ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 。よし、いけたー。いやー、でけえカニ味噌取れるよ、これ。あー、カニ道楽。確かにね、カニ道楽だね。いやいやいや。何？残り火使うといいことあるの？そういえば残り火って使ってなかったな。使ってみようか。はい。あ、ライフ増えるからね、いいよね。ボーボー騎士、あ、めっちゃかっこいいじゃん。
おー、平和やね。なんか平和やね。なんかあった。あれ、もしかして、カニさんから出たカニ味噌？なんなわけねえか。カニ味噌出てきたら笑うけどね。96。あー、ちょっと弱いね。は？何？黄色指のヘイゼル。ヘイゼル？ヘイゼル？ヘイゼルどこ？え、どっから来る？いる？ヘイゼルいる？お、いたー！急に出てきた。あ、魔法系！うわー、そういうことか。いて。マジ？意外と強いじゃん。いや、ちょっと待った。ちょっと待って。俺知らねえのか、持ってきてるぞ。あー、なんだー、魔法使いかー。めっちゃ追っかけてくるじゃん。めっちゃ来るじゃん。はい、道開けて、道。変えて、うんで、で、マジか、回復ないんだよな。火力乗ってきたね。ワンワンの声がするけど。おい、ミズル。ミズル。痛い、マジか。いいけど、すぐ下だしね。おお、ワンちゃん。ただ、ヘイゼルが戦うためにはホリビがいるわけか。ああ、なるほど。まあ、使っとこうか。そんな俺使わせてないし。いやー、悔しい。カニちゃんはいじめずに。ああ、なるほどね。あ、でもどうなんだろう。またカニ来るしね。
名前は出てこない。彼はそこにいたわけね。うい。お。あれやね。ああ、ゴリ押しタイプか。ああ強いな。奥から来てるね。あれは待ってんのか。おお、弾かれてますな。しっかり待ってくれたんだね。お、痛い痛い。ちょっ、あーパリーもできないか。プレイヤー侵入もあるわけだね。あー、やうまいね。もうしない。いやー強えな。よし、じゃあ今回ここで切ろう。いやー、なかなかやなー。ここら辺強いね、敵がね。あー、あのプレイヤーもうまかったなー。もうちょい、もうちょい見切ってもいい気がするねー。スタミナ削られてるのがもったいない気はするなー。まあ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 。という方、ということで、動画見てる方はここまで、ライブ見てる方は引き続きやっていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。じゃあ、またねー。